LMS クラブ蒸気機関車は、イギリスのロンドンミッドランドスコティッシュ鉄道が導入した蒸気機関車の一形式である。ジョージ・ヒューズが設計した車輪配置2から6から0の脚下両容器で、1926年から1931年までに245両が製造された。英語では設計者の名をとってヒューズクラブと称される。本形式は、LMS では、 オリッチモグルという呼び名が一般的だったが鉄道ファンによってクラブと呼ばれていた。これは外側のシジンダーとバルブの動きのカニのハサミに似ていることからだと一部の著述家は主張している。一部の地域ではボイラーがいっぱいになった時や給水が汚染された時に簡単にプライミングする傾向から泡立機というあだ名も付けられた。トップナンバーの13000号機が 国立鉄道博物館で保存されているほか、他に2両が現存する。ヘアスネープ 1981P65、ハント、エサリージェームズ 2000P7、ヤングタイルマン 2009P6、ミドルマス 1991P? ありがとうございます。